の英語ゴールデンルール。英語と日本語は全然違う言葉だから、私たちの言葉にはない不思議な音が英語にはあるんだよ。それらの音をちゃんと言えるようになるためのルール、それがビービーの英語ゴールデンルール。みんなはこのアルファベットの名前正しく言えるかな？ A。 そうだよね。じゃあこのアルファベットの音はみんな知ってるかな？この音を正しく言うためのルールは、日本語のあを言うときみたいに口を開けること。この音はこんな言葉に使われてるよ。じゃあジェニーに言い方を教えてもらおう。1回目はよく聞いて、口の動きもよく見て、2回目から一緒に声を出して練習してね。リンゴ、アッポー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 。アリ、アント、アント、動物、アニマルズ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 。これは英語でなんて言うんだっけ？アニマルズ、あ、あ、アニマルズ、アニマルズ、あ、あ、アニマルズ。これは英語でなんて言うんだっけ？アント、あ、あ、アント。これは英語でなんて言うんだっけ？アッポー、あ、あ、アッポー、アッポー、あ、あ、アッポー。よくできました。これがアルファベットの A の音。正しく言うためのルールだよ。覚えておいてね。